人ってさ、あまりにもこう高い壁に、まあ高い壁が目の前に現れた時、立ちすくんでしまうでしょ、あるいはもうなんかこう戦意喪失っていうかさ、ね、失ってしまうっていうかさ、でもそういう高い壁であったりさ、一見こう越えられないような山であったり、そんなものもさ、まあ私らがやるのっつったら、スコップで手身にちょこちょこ入れてちょこちょこ運ぶっていう、ね、一見すると、そんなことやったってこの山崩れねえだろみたいな、そんなことやったってこの土砂は運べねえだろみたいなね、こんなん重機持ってこんと無理やろみたいな、でもそれをちま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 やってると、ね、1日たち2日たち、気がついたらその土砂はなくなってるんでしょうね、だってあなた亡くなった時に、まあやったっていうよりも、むしろ驚きの方が大きかったんですもんね、終わったみたいな、終わるんだみたいなねとても終わらないと思ってたのにね、最初だからね、その役所にちょっと言って、そうこれ無理やから、役所が動かんと無理やろうみたいな、役所に行って、ちょっとこれ土木工事せんと無理なレベルじゃんみたいなね、完全に埋まってますからね、だってね、その何ちゅうの、こういわゆるあのその排水溝ちゅうかさ、いわゆる溝ね、そこ、が埋まってるのとはちょっとレベルが違うからさ、だけど実際にそれをこうじゃあやろうっていうことで手をつけた時には、あ、意外となんか枯葉とか、そうね、やってみて、あれ上の方案外軽いなみたいなね、その見ただけじゃわからない、そうね、見ただけではわからない、やってみて初めてあれこれいけそうみたいなね、そんなのってありますよね、腐葉土壌にもうね、あの葉っぱが土になってるみたいな感じだから、ふかふかのが上の方は詰まってたよね、そうよね、だからそれをその覗くことで、本当に大変なところって結構少なかった、そう、これはね、物理学的に言えば、もうはっきり分かりやすいんですけど、重たいものほど先に沈むんですよ、だから下に行けば行くほど重たい、上に行けば行くほど軽い、まあそれはね物理学の常識ね、だから上の方には葉っぱとかがたくさん詰まってるんで、見かけ上なんか全部土砂って思うけど、上の方は軽かった、でやってみたら、あ、これいけるみたいなね、で半分ぐらいいけるって思うと、半分ぐらいから先、結構手強いなと思っても、もう半分進んだんだから、もう勢いでやるよみたいなね、これが最初から土砂だったら多分心折れてると思いますけど、そうね、だから世の中うまくできてるなって思いますよね、一見こうね、こう破壊不可能な、こう乗り越えることができないような壁であっても、案外やってみるとね、とっかかりがどこかに必ずあって、あれここからなんか攻めていけるなみたいなところが必ずあって、それを地道にやっていくと、やがてその壁や山をね、乗り越えることできるんじゃないかなって思うんですよね、手をつけるまでが、そうその精神的にこうね、そうなんですよ、壁が大きいというかね、だから一番最初にこう壁にぶつかった時、あるいはこう山がそびえてる時、それにこう向き合った時、どう思うかっていうのも大事なんですけど、何を言うか、まず最初の一言何を言うかっていうのがすごく大事なんですよ、わかりますかね、あのうわーって思ってもいいんですよ、うわーって思ってもいいんですけど、一番最初に、うわこれ無理やって言ったら、やっぱりその壁や山は無理な山、無理な壁になってしまうんですよ、でもその一言目、やるしかねえなとかね、一応やるかとかね、頑張るのとかねそんなことを言うと、それは無理な壁とか無理な山ではなくなる、だからなん
かこう人生の中でいろんな問題に向き合ったり、はい、ね、あるいはいろんなトラブルに出会ったりする、うん、その一番最初に何を喋るかってすごく大事。それは誰に向けてじゃない、一番最初に自分の口から出る言葉が未来を決めてるっていうのをね、うん、皆さんも心のどっかに止めとくといいかもしれません。うん、これはね、有名な、ちょっと名前ど忘れしましたけど、世界的に有名な数学者がいて、日本に。はいはい。菊池先生やったかな、ちょっと名前をど忘れして、あれなんですけど。数学者。数学者。うん、世界的に有名な数学者の口癖が何だったかっていうと、うんうん、あ、この問題簡単だねだったんです。どんなに難問でも見てわかるんですよ。大体その数学者ってもうはっきり言って、うん、なんちったらいいんかな、もう人間じゃないもん、あの人ら人間じゃないの、もう、もう宇宙人の、あの人ら宇宙人、もう頭の構造が宇宙人、うん、はい、で、うん、その世界的な数学者でも、うん、口癖は、うん、この問題は簡単だねだなんです。うーん、この問題無理やねって言ったら、うん、もうそこで終わってしまう。いや、そうだよね、うん、解けるものも解けなくなってしまう、うんうん、とっかかりすらなくなってしまう。あ、じゃあ自分が難問だと思って、だからもうできるかなみたいな。そう、数学者だから分かるんですよ、うん、この問題は何百年も続いてきた、何百年も天才たちが寄ってたかって解けない問題だとかいうのは分かるんですよ。あ、そういう問題に対しても、そういう問題でも、うん、この問題は簡単だよ、うん、で言うようにしてる、はいはいはい、それってすごく大事な生き方のような気がするんですよね、うん、よくさ、一昔前の日本はさ、うん、なんか謙譲は美徳とかさ、うん、能ある鷹は爪隠すとかさ、うんうん、いろんなことわざ使ってね、はい、とにかく謙遜は美徳みたいな、うん、そんな風潮があったじゃないですか、うん、ね、だから私なんか微力ながら頑張ってみますみたいなね、はいはいはい、私にはとても恐れ多い、ね、勤まりきらない隊員ですが、うん、頑張りますみたいなね、はい、そんな、でもそんなことを言ってたら力が発揮できないっていうのは、うん、なんと科学的にも証明されてる。謙遜は自分の力をフルパワーで発揮できなくする、うんうん、はい、よくオリンピックのね、うん、選手とかが、うん、力が発揮できないとかいうのもそういうことだったんやろうか。そう、一時期、ね、そうそんな感じだったよね。だからよくほらビッグマウスって言うじゃないですか、うん、ね、うん、最近よくそういう風な言葉を聞くようになってきたでしょ、うん、ビッグマウスって実は科学的に非常に大事、うんうん、大事なんです。ホラを吹くとかね、うんうん、ビッグマウスっていうのはとても大事なこと、うん、ビッグマウスもね、なんか意味取り違えてね、相手をディスるとかね、例えばほらボクシング選手とかがよくビッグマウスでね、うん、こんなやつなんか3秒でマットに沈めてやるとか、ああいうのはあれビッグマウスじゃないの、あれ、うん、あれビッグマウスじゃない、あれをビッグマウスと勘違いしてるとひどい目に遭うんで、うんうん、違う違う、こんな壁は自分にとって大した問題ではない、うん、ね、こんなトラブルは、ね、自分の人生にとってその大したものではない、うん、それがビッグマウスっていうわけでね、それすごく大事な考え方なんです、うんうん、みんなビッグマウスになるトレーニングせなあかんですね。なるほどね、なかなか難しいね。そう、難しいんですよ。あ、これすぐできるわとかね、あ、これやったら簡単やわって、うん、あなたよく言うよね。もう私いつも言ってますよ、そんなの原則が分かってるから、原理原則が分かってるから。へえ。大概私がこれ無理っていうことはないと思います、うん、まあね、ないです。これ無理って言ったらもうその時点で無理だから、なんでね、うん、あなたもね、うん、その言葉の力を借りてね、うん、だからもう無理とかね、しくしく泣く前に言う、私言わないよ。いや、もうあなたは言わなくて泣くタイプだからね。いやあなた弱音を吐けなくて泣くタイプだから。
まあ、それはそれでね、うん、まああれなんですけど、でもね、私なんてっていう口癖は、うん、もう今日でさよならしなさいよ。私そんなこと言わない。あなたじゃないの、これを聞いてるリスターなの。いつまでも自分が主人公じゃないの、もう本当に。何やねんその何も。だって言いなさいよ、あ、やめなさいよみたいな。もう自分いつも自分がアイドルみたいな考え方も。違います。あなたそれだからうまくいくんですよ、多分ね。違います。はい、そう思います。ね、あなたはアイドル。あなたは私にとって永遠のアイドル。ね、はい、いいからさ、ね、ビッグマウスになれ、ね、メガマウスじゃないよ、メガマウスはサメの仲間やからね、うん、メガマウス、うん、こういうところにちょこちょこ額を入れてくるのがタマちゃん流、ね、額なのか、メガマウス気になった人はね調べておいてください、うん、貴重なサメですよメガマウス、うん、ビッグマウス、うん、ミッキーマウスじゃないよ、もういいからいや、そういう変化球系が好きかなと思ってもうあなたすでにうどんのことしか考えてないからもうね、必死なんですよこっちもね、どんどん近づいてるっちゅうんだようどんやまあそういうことでね、とにかく今日はね、うん、田んぼに水が入ったっちゅうお祝いがね、うん、もうあまりにも嬉しくてね、うん、もう気もそぞろっていうかお腹が好きすぎてる、お腹が空いてるんですよもうすでに、さっきから同じ話題ぐるぐる回って、大体俺がさ同じ話題ぐるぐる回り始めたらお腹空いてんだなって思ってください、うん、間違いありませんそれがね、はい、ということでね、はい、いや今日もね素敵な一日ですね、うん、もう私らにとってはね素敵な一日、最高です、ね、最高の一日です、うん、皆さんにとってもきっとね最高の一日になる、うん、ということでね、うん、素敵な一日をお過ごしください、はい、それではね次の配信をお楽しみに、ごきげんよう、さよなら。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。